アジの簡単なおろし方。さあ、アジをおろしてまいりますが、まずですね、簡単におろすには、ここの頭のてっぺんから、このヒレですね、こちらの線に沿って頭を落とします。で、次に、ここにお尻の穴がありますので、お尻の穴に包丁を入れていただいて、わかりますかね？はい、お尻の穴があるんですね。お尻の穴に包丁を入れていただいて、頭側、手前側に切れ込みを入れます。そうすると、腹綿が出せますね。ので、腹綿を包丁の刃先で取っていただいて、で、この腹綿の中をよく洗ってください。はい、こんな感じです。こんな感じです。綺麗になりました。で、次に3枚におろしていくんですけれども、この骨のこの角度ですね。わかりますかね。骨があって、骨の上を、まず押してあげて。で、そこから、この中骨に沿って、この中骨に沿って、このように引いていきます。大名おろしというやり方ですね。はい、このようになります。こちらはこのように。で、反対側も同じですね。反対ひっくり返していただいて、この骨の今度はこっち側ですね。骨の今度はこっち側に包丁を入れます。で、そこからずーっと包丁を滑らすように引っ張っていただけると、はい、このようになります。骨はこのように。はい。で、次に、ガンバラという、この、わかりますかね。ここに骨が入ってますんで、ここを取っていきます。で、包丁をこうではない、逆さに返していただいた状態で、この骨の先頭、先っぽの方に、軽く、ガイドラインを入れてあげてください。全部切る感じではなくて、ガイドラインを入れてあげてください。そうすると、このように、わかりますか？このようになりますんで、ガイドラインが入ったら、今度は包丁を通常に戻していただいて、このまま、このあばら骨に沿ってスーッと包丁を引いてあげてください。で、最後包丁を立てて切ります。はい。あばらが取れました。はい。こんな綺麗な状態です。反対側も同じですね。こちらガイドラインを入れていただいて、このままスーッと。コツとしては、包丁持ち上げ気味で、あばらに沿って滑らしていく感覚です。はい、このように。で、次に、ここに骨がね、小骨が入っておりますので、これを骨抜きで抜いていきます。最近骨抜きは100円均一とかでも売っておりますのでね。で、左手、慣れない場合は、左手の人差し指を当てながら、骨を確認して抜く。骨を確認して抜く。骨を確認して抜く。結構ここの断面の部分にも骨入ってますんで。はい。はい、そうしましたら、これで綺麗に抜けました。綺麗に抜けました。で、次に、お刺身の場合は、皮を引いていきます。皮を引いていくんですけれども、
皮はこのようにちょっと頭側のところを皮と身を剥がしていただいて、そこを包丁でこのようにちょっとずらしてあげます。で、まな板に置いて包丁で皮は持ったまま、左手で皮を持ったまま、右手で包丁の峰ですね、峰の方でまな板にくっつけて、そのまま右にずらしていきます。包丁をずらしていきます。よいしょ。で、ゼイゴのところまで行きましたら、ひっくり返していただいて、包丁のこの平らな部分で押さえてあげて、このままビッと、ほら、ビッと引っ張ると、はい、このような状態でございます。以上、簡単アジおろしでした。